ゆういちビジョンアゴどうりいちです。いろんな現場作業であったらいいなーっていうものをね、私自身購入しました。今回紹介する商品がこちら。はい、改めまして、今回なんですけど、マキタの充電式ブロワー 40V MAX の紹介になります。私なりにですね、詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、もう見てわかる通りですね、こういった構成になっております。これ本体のみで売られております。対応バッテリーはですね、 40V MAX 対応で 2.5 アンペアと4アンペアと5アンペアまで装着することができます。本体にですね、こういったポッチの部分がありますので、このポッチの部分をこちらのノズルのですね、ここの切り欠きに合わせて1段階目の長さ、最長ですね、でちょっと短くしたい時は2段階の切り欠きでここまで差し込んでひねって、そして、最短の短さにしたい場合はさらに奥まで切り欠きを押し進めてスライドさせるとという風に装着します。実際にね、こうやってね装着するとこのぐらいの長さになります。まあ、せっかくなんでね、全長をね測りたいと思います。全長なんですけど、およそ65センチありました。今回なんですけど、後でね落ち葉なんかをねちょっと吹き飛ばしたりとかね、そういう作業をやってみたいと思うんですけど、私が今回伝えたいのはそういうことよりも 40V MAX 対応のバッテリーが使えるというところで、まあ最長でですね、使用時間フルパワーで10分弱使えます。ただし充電器とバッテリーセットのものを買うと 2.5 アンペアのバッテリーがついてくるんですけど、その 2.5 アンペアで稼働させた際、まあ、5分から7分ぐらいでバッテリーがなくなってしまうんですよ。なので今回私の場合、ちょっと今からお見せしますけど、5アンペアのバッテリーのバラシ品っていうのがあったんですよ。そちらを購入しました。そして今回マキタパワーソースキット XGT6A-72039 というこういうセットを購入してみました。それではちょっとね、中のを開けてね詳しく説明したいと思います。じゃあなぜこれを購入したかというとですね、私 2.5 アンペアの 40V MAX 対応のバッテリーをインパクトを持ってる関係で、バッテリーをね2個持ってるんですよ。でそれを使用して、本体のみ購入して使用したんですけど、まあ使用時間が短いというところで、じゃあバラシ品の 40V MAX 対応バッテリーの5アンペアを2個買いました。でそれを使用して2つで合計20分弱使えるけれども、私がもともと使っている 40V MAX のインパクトドライバーの充電器、1箇所でしか充電ができないんです。でしかも5アンペアを1本充電するのに1時間ぐらいおよそかかります。それでは作業に対して充電が追いつかないぞというところで、今回一度に2個のバッテリーが充電できるパワーソースキットを購入しました。それでは中身を見せていきます。パカッと、はい、蓋を開けるとですね、一応こんな風になっているんですけども、これは私がバッテリーをですね、バラシ品2個買ったやつを入れてるんでこんな風になっていますが、これあの充電器にバッテリーを2個セットして、もともと空いてるスペースに私が購入したバッテリー今2個、まあ合計今4つなんですけどね、もともとは2個しかついてきませんけど、この充電器1台に対して、でこの2箇所さらにバッテリーをこういう風に入れることができます。で実際ですね、この充電器を出した状態でどのようにセットされているかっていうのをね、ちょっとお見せしたいと思います。今現在ですね、わざとバッテリーを外した状態で充電器を置いております。で通常これに対して、まあ、バッテリー充電したいなって、まあ、2個充電しないと間に合わないよっていう時に、こんな感じでですね、充電器をスライドインさせて充電していくわけですよね。そしてですね、こういうところですね、 USB の、プラグを差し込むところがあります。なのでね、
携帯なんかをね充電したりとかもできます。はい、これでですね電池の心配はなくなったというところで、5アンペアのバッテリー今読んであります。その5アンペアのバッテリーが本当に10分ぐらい使用できるのかということをね後でやっていきたいと思います。その前に、いろんな付属品があると思うんですけど、これ別売りになってて本体を買ってみて初めて説明書に使用できる付属品っていうのが書いてあるんですけど、最初からねその付属品を揃えようと思うと型式わかりませんよね。最初から欲しいっていう方いらっしゃいますよね。そのために付属品を紹介していきたいと思います。まず最初に本体を延長させるために使用する、はい、アダプターですね。アダプターのですね型式がですね A-71196 です。はい、続いてですね延長ノズルの紹介になります。はい、こちらが延長ノズルになります。型式は A-70627 になります。続きましてフラットノズルで型式番号が A-67929 になります。今回ですねこちらのブロワーなんですけど、5アンペアのバッテリーを装着して実際どれぐらい本当に動くのかというところをねやってみたいと思います。それではですねせっかくなので延長するアダプターに延長のノズルを装着して現場で使ってみたいと思います。はい、ということでね延長完了。ギリギリ画角にね収まりきりました。それでは現場へ行ってきます。それではです見ての通り落ち葉たくさんあるんでこれをね吹き飛ばしていきたいと思います。本体にバッテリーを装着するんですけど必ずですねバッテリーカチャッと音が鳴るまで想定してください。こんな感じですね。まずはこちらにあります電源ボタンを押します。はい、押すことによって、グリーンのインジケーターが、点灯しますので、あとはトリガーを引いて操作していきます。トリガーを引く都度にその引いた強さによって稼働するのですが、このオートクルージング機能を使うことによって一定の風量で落ち葉を吹き飛ばすこともできます。どうも、未来のリーチです。皆さん、お気づきになりましたでしょうか？実はあのブロワー、オートクルージングレバーがスライドされていると電源 LED が点滅してブロワー本体のトリガーを引いても作動しないようにできているんです。なんだと？そこを注意してくださいということで未来のリュウチでした。それではまた。それでは今回フルマックスパワーでどれぐらい稼働するのか、本当に10分ぐらい稼働するのかっていうところでやっていきます。途中なんですけどね、風吹いてるんですけど、風にも負けてない感じですね。
はい、というところでですね、ここで終了ですね。まあ10分弱ですかね、私の腕のストップウォッチによると。皆さんに表示しているストップウォッチはどれぐらい表示されているか分かりませんが、せっかくなのでバッテリーを入れ替えてフラットノズルに交換してやってみたいと思います。はい、装着完了。はい、ということでですね、私の場合はですね、現場でフルにちょっと使いたい、まあ、チェーンソーも持ってますし、抜刀した時にですね、どうしてもノコくず、あれを片付けるためにも、まあ、結構時間かかるんですよ。なので、まあ、通常の 2.5 アンペアの、40V マックスのバッテリーじゃ持たないというところで、今回こちらのね購入、そして説明のをさせていただきました。それではね、もうお時間となりました。まだチャンネル登録がねお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと拡散の方もね、ぜひよろしくお願いします。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。いいね、最高よ。うん、今回全部オプション紹介してますんで、最初から欲しい、もう時間かけたくないという方、ぜひ、概要欄にね載せておきますんで、動画の説明欄に、リンク載せておきますんで、いろいろ、今回ビルディでも購入してます。はい、ということで龍一でした。